そんなにね早い速攻ではないんですけども、はい、一緒に移られてブロック飛んでしまうと折り際に全部やられてしまうんですよね、タイミングが違うから。なるほど、それが難しいですよね、はい、相手としては。そしてここなんとか NEC にしてみると、このフールマンのサーブ、うん、うまく切り抜けていきたいですよね。切り抜けたいです。今ね NEC がフォワード一番の弱いところなんですよね。なるほど、これなんとか切りたいですよね。しかしそのフールマンがサーブに回ります、後衛に回ります、うん、これはいいサーブになる、うん、トスも崩れている、